黒いぞ。私黒い。あ、黒いぞ。ゆずきの方も真っ黒だって。だよね。困るんだって。まやちゃんうまくいって。つがらない。やばい、これ溶けちゃう。あかんかん。ちょ早く始めよう。じゃあこれつがらの方で企画説明します、ね。あ、ちょっと言っといて。あ、頑張った。今日は、コンビニで、あ、セブンイレブンさんの方で、木がつく食べ物を3つ。そう。集めよう。うん。それぞれでね。そうそう、ここで。それぞれ自分たちが何を選んだのか発表して、これをね、食べていくっていう。そう。ただ食べていく配信なんですけど、そうそうそう、今日はもう木縛りなので、木だけだから、ね。木だけなんで難しかったです。本当に。木がなんかどっかしらに入ってたらいいよみたいな。うん、そうそうそう。いや、おすすめのやつって感じで、全然おすすめとかじゃないです。とりあえず木が入ってる食べ物を今日は集めて、それ縛りでやってみました。じゃあまずは、じゃあすがらから。うん、いいよ。すがら前はこれ、アイスのバニラ香るクッキーサンド。クッキーサンド、クッキーサンド。木。続いてこちら、キウイスムージー。キウイスムージー。そして最後こちら、うずしお紀州南高梅。紀州南高梅。紀州南高梅です。こちらです。私の木はこれでした。本当なかったよ。焼きそばとかあったけど、お腹いっぱいになるなと思って、最初ご飯食べてたんですよ、うん、違う人たちと。なるほどね。あ、だから良くなる木です。なんで木を集めてるの。なんか木はなんかあんま思い浮かばないから、なんか楽しいかなと思って木にしました。まや、うん、が決めてくれたんだけど、うん、コンビニでね、木ないそう、自分で木ってないとかずっと言ってて、言ってた。なんか最初すがらキノコとかチーズケーキとかを探す予定だったんですよ。で、行ったっけ、ちょっと多分また時間的に品揃いが、ね、あんまなくて、木、待って、終わってる。終わってる。急にメイク直すから、すがら。うん、今日食べたい、早く。ゆずさん紹介する、すがらのところで。すがらのところで紹介していく。あ、来たかも。来た、これ。っていうことです。そうだって。え、セブンでチキンナゲット売ってるんですか。それチキンとかもあんま売ってなかったの。鶏のなんとかみたいな。ダメなの。その鶏は、鶏とチキンは一緒だけど、ダメなんですよ。ダメなんですよ。ダメなんですよ。あ、いけてるかも。木っていう名前がついてないとダメなんですよ。あ、ちょっと、よし、やった。ということで、はい、あの、すいませんね、マヤの方で、はい、企画説明をさせてもらったんですけど、あ、サラダチキン。今日はセブンイレブンさんで、はい、とりあえず商品に木がつくものをお互い、はい、買ってきました。買ってそれを紹介して食べていこうということで、はい、あの、ちょっとね、ゴタゴタしてる前にちょっとマヤが紹介してくれたんですけど、マヤはもう一回じゃ、こちらに向かっていいですか。こちらクッキーサンド、あ、キーサンド、これアイスですね、もう溶けそう。キーサンド。続いてこちら、キーウイスムージー。そしてこちら、何と言ってもうすしお、キーシューナンコウメでございます。はい、ということで見事全部キーが入りました。はい、はい、じゃあ次はゆずさんね。はい、行きましょう。もうね、ちょっとチンしちゃったんだけど、はい、ですか。焼きおにぎりです。あ、頭いい。焼きおにぎりです。ちょ、お腹すきすぎて、今ラジオ終わったんですけど、お腹すきすぎて、美味しそう。焼きおにぎりです。ちょっとさ、間違えて2個もやっちゃったんですよ。いいですよ、食べましょう。あげるね。ということで、焼きおにぎり、そして、はい、続いて金の豚角煮。金の豚角煮です。え、すがらもそれ悩んだ。ちょっと待って、何かできたかも。金のソーセージいって悩んだ。お腹すきすぎてさ、3つ以上買ってきたんだけど、いい？いいよ、いっぱい食べな。おつまみ三種、キムチ。美味しそう。キムチです。キムチ。あ、チョキン、チョキンもありますか。あとお、さきメンマ。あー、さきメンマ。これはただ食べたいだけ。はい、続いてラスト。ラストはゆで卵。え、どこに木が入ってるんですか。味付き、ゆで卵。味付きゆで卵ということで、以上、私はこれでした。ということで、ゆずさん6品、あ、5品だ、ね、5品。じゃ、ほんとにお腹空きすぎて、じゃ、まともに食べる時間がなくて、今日ね、ぐーたらしてたくせに、昼まで。いいね、すがらもちゃんと今除菌しました。除菌した。ということで、じゃあ食べましょう。いただきます。ほんとに
木すがらしさん食べよう。まあなんだって、なんでセブンさんかっていうと、まあね、今日発表になってますけど、今日発表あった、ね、セブンネットショッピングさんと、そう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 、セブンネット文庫さんがね、楽しい、大好きがね、そうコラボすることになったので、そうなんですよ、セブンさんでやってみました。お世話になってます。いただきます。おいしい、これ初めて食べた。まあまあ初めて買った木、木初めて食べた、この木、これ好き嫌いなわけないよね、うん、とっても大好きうまい、うん、あとね、セブンネットさんでは、うん、今発売中の、うん、発売してないか、予約か、予約終わったやつ、え、始まってるんじゃないですか、え、どれ、あ、客の話かと思った、恋落ちフラグ、あ、恋落ち、あ、なかったいなかった、恋落ち、木探した、あっためた、あっためましたよ、卒業、あ、卒業の木、卒業版シングルの予約も今やってるので、今日は木を大げさに言うっていう回です。木って何ですか、逆に美味しいよね、美味しい、ん、木って何だ、木、初恋の踏切、あ、曲の話ね、あ、そうそう、木の食べ物思い浮かばない、うん、え、美味しい、焼きおにぎり、焼きおにぎり美味しい、すがらき、ウィミックススムージーも飲んでいきたいなと思う。それマジ迷った。美味しそうだった。うん、ちょっと梅干しちょっと頭なかったので。それも逆にこれですか。うん、それに。キンキラとかもあったんですよ。あった、迷っためっちゃ。うん、梅干しが食べたくて。うん。あ、やばい。黒くなった。やばいぞ、こっち。こっちやばいぞ。焼きおにぎりでもよかったのか。そう思えば。普通におに、あ、やばい。こっちやばいぞ。え、何であります、でもセブンさんで買うってあれだったから、うん、きなこ迷った、きなこあった、迷った、なんかあればよかったなと思ったけど、やばい、じゃあキクメカブ悩んだ、あった、そんな、うん、お母さんのほうから、見たかった、大好きなのに、キムキの方やばいじゃって、だよね、今頑張って再開させてるからちょっと待ってて、これも今日 Wi-Fi 切れない、 Wi-Fi がやばい、今日 Wi-Fi これ切ったら、うん、もう速度制限だから、うん、何も見れない、人気もやばい、焼き鳥も悩んだんですよ、なかったになった、多分時間帯的になくって、うん、うん、無理だったよね、キットカット、あ、なんだっけ、キットカット買っといかんと、いかんかったのに、買っとかんかったのにいかんかったわ、うん、ゼップのさ、ところに貼ってある、そう、ゼップにある、うるすい、あたい、あ、ウィーフィーではないってコメントしてるってことが、見えてるってことか、シーチキンだけで買うわけじゃないですよ、確かに、フォック、うん、あ、これね、シーズキン、でも、キって甘、あ、先が買えばよかった、確かに、え、見えてる、ゆずきんとこ見えてんのか、ゆずきまじ食い、あったり見えじゃん、めっちゃお腹空いてんだよ、こっち、七チキもなかったですよね、結構、でもほぼなかったよね、時間帯がちょっとあれだったね、お素材がなかった、行った方が、うん、うん、多分他のね、店舗さんならありますけど、うん、え、これおいしい、初めて食べた、金シリーズ、セブンといえば金のモナカ小豆だったから、金のなんか丸々シルーズが美味しいんだよ、セブンって金の食パン買おうとしてたよね食べれんってなるかもでも絶対美味しいよね、あれ、うん、どうだ、うん、柿の種、うん、あとは焼き餃子、ふくしゃ、ふくしゃ、今焦った、ふうちゃん焼き餃子ってあったじゃん、なんか飲み物で木ないかなみたいな、お茶でキリンやるの、うん、思ったの、コーヒー飲みたいと思って、うん、コーヒーないなと思ったから、キリマンジェロさんないかってずっと話したのキリマンジェロさんなんかないかなと思ったし、見当たらなかった、いかんかった、金のハンバーグとマルゲリータ美味しいよって、マルゲリータ迷った、マルゲリータ木入ってない、金のマルゲリータ、あ、ほんと、うん、金のマルゲリータなんてあるんですか、めっちゃ迷った、至る所に木探しちゃうね、それな、
ゆずきにも麦茶あ麦茶麦茶そうじゃん金のなんとか茶とかないのかなそういうのないのかなこれうちに発売するわとりあえず気つけといたら体ないわ気え気金麦グラメが金麦を思い浮かんでたうん部屋麦金のウーロン茶とかありそうだって発売しても良さそう雲があるなら金も悪くないウーロン茶って、ね、金ウーロン茶めちゃいにく、うん、金のウーロン茶金の黒ウーロン茶卵焼きもあったんですよ、うん、だし巻き卵があったんですよでもすがら切れてる卵焼きが食べたかったから見捨ててきたすまんないけどねすがらさっきまで何食べてたと思う韓国料理お好み焼きお好み焼き入れましょうだからちょっとお腹いっぱいいいなお好み焼きでも食べるよみずさん食べないの食べきれんみずさんから焼きおにぎりいただきました、うん次、あ、そうだ、ゆずさんからお下がりもらわなきゃうんあれ、お下がりだと思ううん、違う正解絶対違うなと思ったもんじゃあ、次回、ゆずさんのお下がりを発表しようの概要するわいいよゆず前配信ええよ、どうしようかじゃあでも持ってこようあとあれやらなきゃ、すぐやらなきゃお金がないから残念月末きつい月末カツカツだからねあれやらなきゃで、いくらだったらいけると思いますか5000って5円すぎ1人5000円分企画ってこと2000円か絶対5000円とお腹いっぱいになっちゃいそうなんで2500円ずつでしょうん、面白い1人で5000円5000円企画5000円企画だようんそしたらちょっとめっちゃ大きいあれやっぱ焼きそば売ってないかなそれは挑戦したいねねあれほら2000円ぐらいするうんビルバナみたいな1000円ぐらいになった行数5000円だってやばくね量もやばいしめっちゃ買えそうめっちゃすがら行数って何があってるんですかもうとりあえず業務用だからめっちゃ量多いコストコみたいなコストコの日本版みたいな、うん、トイレットペーパー買おううん買おう業務用この焼きおにぎり美味しいはぁ、美味しいね2人で5000円企画しましょううんいいねいいじゃんえ、うまいなゆずさんはご飯がうまいキムチキムチ食べておい、キムチで、タピオカとかだってタピオカあるか、うん、あ、業務用の1リットルのタピオカあんじゃんのならでえ、1リットルシリーズやる企画する今です、泣きそう何しようかな、1リットルでも1リットルって1キロってことですよねうん、迷うななんなら1キロいけるじゃあ飲み物 1キロ企画うん、水ゆき、夜ご飯、うん、多分夜ご飯しっかり炭水化物というか多分夜ご飯だね、これこれも2回目の夜ご飯第2章ダイソー5000円企画やば、ね、夢みたいじゃない、うん、でもちょっと夢みたいやばあれやない3個で100円とかをさめっちゃ買う絶対に元取りたいっていうなんか量を増やしたいっていうカタゴン飲んでたってどういうこと1リットルのタピオカじゃないですかあ、そういうことよ梅干し食べます、うんおいしい、めっちゃ大きい力があったよねうん、食べたいね、食べてみたいいや、本当はさ、お店とかでさそう、やりたい行けたらいいんだけどほんと回転寿司行きたいもん持ってこれ行きたいもんなかなかちょっとね、難しいとこあるもんねうん、もう食べますあ、違うちっちゃいのもらおううん辛ラーメン早食いあるやんあるやん5000円コーデ。そうだ。昨日さ、うん、
赤からの鍋パンなんですよ。うん、あ、近いやんた。そういいの。じゃあ変な期間に入ってさ、めっちゃずっと咳込んでる、うん、私にそんなぐらい咳込んでるんですよ。うん、ちかさんが心配しても自分の配信なのに切って、うん、大丈夫みたいな。そんな、うん、そこまで言っちゃった。その後もなんかちょっと食べてもすぐ喉そこ行っちゃって、うん、何回かむせそうになってる。やばっ、マジ、うん、食べきれないな。スシロー5000円分食べる企画やりたいわ。うわ、いいじゃん。卵でしょ。いいね、ありだよ、それいいじゃん。じゃん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 、先食べちゃう。え、食べたい、やりたい。食べ物系の企画は上がる。今スシロー行きたいんですよ。うん、行きたい。さっき LINE 来たから、スシローから。マジ、うん、ダチなの。うん、いいな、今日ダチになりたい。めっちゃダチ。スシロー一人で5000円、それはしんどくない？メガネは2人で5000円でしょ？あれ知らない？赤札道。ん？赤札道知らない？うん、いったじゃん。あ、いったじゃん。1人で5000円はちょっときついよね、食べ物。高級店行けばいいけど。一品食べたら終わりじゃん。終わり。うなぎ食べたい。大トロ食べよう。ん？見ながら顔見たってさ、どういうこと？サイドメニューでいけるでしょ。ああ、確かに。白5000円。確かに。とりあえずメロンソーダとか飲んでくる。うん、めっちゃもうカルピスみたいな。ずっと飲んできゃ。それも180円ぐらいでしょ。うん、そんなしないっけ。それぐらいだよな、でも。うん。もう、あと、多分食べるときも全部あれ。一皿に一個しか乗ってない。贅沢。一個しか乗ってないので食べたらいけそう。贅沢だね。ありだわ。デッドミノケじゃわとめてみそう。おお。5000円いくよ。ドミノで5000円ってきつくない？二人で。2枚。は絶対じゃない。デラックスみたいな人としてもさ。いや、なんかさ、持ち帰りとかでなんか安くしてくれるじゃない、勝手に。確かに。それ A デーでなるかもね。うん、いいです、それやんなくて大丈夫です。なるかもしれない。確かにな、今安くしてくれるの。この人ひどい。コストコのホットドッグ5000円分食べきる企画だ。えぐいって。コストコはきつい。えぐいって。それは2枚で半額もされると困る。困るやん、2枚で半額。怖そう。2枚目無料とかね。回転寿司はシステムってなるんで、デカ盛りパフェどこにあるんだろう。ここにね、ウーバーイーツしてくれたらいいのに。うん、デカ盛りってあるのかな。ウーバーイーツでしたら全部5000円いくよ。いくよね、うん、わざとめっちゃ溶けた頃から安く寄せる。めっちゃ送料かける、うん、無駄に。コストコ企画みたい。コストコなんかいると会員だから行けるよって。アスガラ免許持ってるから運転できる。来た、うちの車使うから。うん、一回家まで行かなくて。一回家まで行かなくて。甘いのな。怖いの。スシローはタイ、タイのラーメン好き。あ、そうだ、前に逆にもあるラーメン。髪の毛いい感じだね。お、うめぇ。マジピ遅くなった。やるよ。これみんなに見せれないのが残念。忘れてた。忘れる前にやるよと思って。ありがとうございます。後で見せたいと思います。うん、ジェスして、あ、あとゴミでやね。うん、麺も食べれるかな。さっと何企画したら楽しいですかね。うん、なんかさ、今まあちょっと今日、まあ、マスクせずにも普通に食べてますけど、今はね、なんかさ、一回メイクとかめっちゃやりたいの。メイクしたらね、あのお互いのメイクを交換してみたみたいなね。だ、持ってるもの絶対違うからさ、うん、確実に好みもあるからね。え、何ベラっけ。
え、スカイエビじゃない？そうだね。でもそれ見て、結果見てください。背より違うの。え、違くない？めっちゃブルベじゃん、そっち。ちょ、こっちめっちゃブルベやん、こっちめっちゃイエベ。どういうこと？みんなそういう感じ？え、うん、全然髪の毛に見えない。どうだろう、ゆずさん。いや、めっちゃイエベな気がする。え、みんなブルベっぽくなかった今。あれ、じゃあなんか本当はピンクとかのさ、リップ可愛いって思うけどさ、絶対的に見合わないんだよね。いや、沢田さんブルベやでって言われてる。本当絶対知らないでしょ。何の人？全然あれがブルベとかわかんないでしょ。うん、みんなこの絶対ファンの人でブルベ家で分かる人に絶対いないって最近。確かに、わかんないよね。絶対わかんないんじゃない。あ、楽しそう。ココイチのトッピング、ね、思った様子柄も全然入れてみたから。え、いいじゃん、それやりたいわ。楽しそう。だったらもうテイクカットできるしね。うん、ほら、これブルベとはブルーベリーの略です。やめて、嘘教えるのやめてください。ブルーベリーの略です。白いからブルーベなイメージもあるけど、めっちゃ多分イエベだと思う。だってオレンジクレーンのシャドウ似合うもんね、リップも。最近流行りのグリーンベースかもしれないです、その色は。お、いいな。こうやって見たら、くすみ飛ばしやん。こうやって見たら意外とさ、めっちゃめっちゃいるやん。わかんない、どっちも血管によって違う。うん、配信でパーソナルカラー診断する。いや、高いよね。なんかさ、ちゃんやるならちゃんとしたとこがよくない？無理。でもあんなお金払ってるわけですから、そしたら欲しいもの買うわ。じゃあね、別にさ、合ってる合ってないさ、自分は分かるよね、大体。うん、だってただ最適はピンク似合わないと分かってんだからさ。うん、ほんとに似合わんもん。パーソナルカラーおかしいよ。だから今後やるのはグリーンベースだわ。あれ、おでん企画じゃねえ？何、おでん？え、熱いよって食べさせんの。死ぬ？死ぬ？え、企画。ラノベ？何ていうかな。まあ、そういうのありますよね。ラノベっていつも何なんだろうと思う。でも、ラノベ系のなんか話ですが、普段見ない。イノベしかわからん。イノベも知らんのだけど。イノベーションじゃん。イノベしか分からないけど。イノベって何？メンマ、まあ、食べ放題元は取れるか。どこで食べ放題しますか？それによるよ。確かに。焼肉屋さん。あ、取り切る。あ、やりたい。あるよね。うん、ずっとだけとろろ。ずっと山芋食べてる。久しぶりずっとカマンベールの雪食べよう。うまいもんな。サバ。あ、昨日いいさ、肉の日だったよね。肉食べた？うん。いいの？鍋で。あ、そっか。いいの。のりくん豚バラ肉は食べたけどね。うん。飲み会配信もしようよ。でも飲み会配信したらもうめっちゃプッチじゃないですか。終わっちゃうよ。もうすぐ見せられない。そんなダメだよ、酔ったら可愛いからそんな見せられない。まやちゃんも酔ったら可愛いからな。そんなの見せられない。見せれないからダメ。すがら酔っちゃったみたい、うん、なるんで無理っす。ダメです。せやね、取り切って4人以上じゃないといかないしよ、食べ放題。すがらどうしたって言われたよ。え、わらわら笑われたらしい。見てみたい、あざとかわいい。 あざとかわいいって歌ったよね、なんだっけ。ひなたちょっとキュンです。あざとかわいい。あ、そうだ、あの人は把握してない。今仕事になります。お疲れ様です。コンビニの中華まん、何分で何種類食べれるのか。いいね、見たいです。よっ、大根役者。すばらね、演技向いてるはずなんだけど。男子はあざとい大好きだからね。だからあざとくなりたいのよ。そうなんだ、あざといって何？あざといって何？本当に
アドトラックなりたいんだけど、なれないんだよね。なんかそう言ってんのもう最近感からね、もうそういうのがあざとい、違うのよ、そういうのがあざといんですよね。あれそういうのがあざといんですよね。あざとくなりたい、ほらほら、もうあざとくなりたいって言ってあざったんだ。もうあざとくなりたい、あざとい、あざとい、だから分かってんのよ。男子があざといの好きってことは分かってんの、全女子が分かる、分かっとる。そんなやめて、テーブルに投げんねん。違う、パッてやらないとさね、取れないじゃん。そういうことよ。みんな里加本に学ぼうって言ってるよ。学ぶか、弟子、僕にとってはあざといよ。ほら、だからリスさんのあざとい、あざといやだとくなりたい。いいなぁ。なんか出てきてさ、友達もさ、周りサバサバ系が多いの。うん、なんかあざとい系が全くいないから、え、すがらもいない、なんかその家庭に育っちゃってるからさ。すがらもいない、すがらの友達の話聞いてる限りいなくないですか。うん、いない、全然ない。はい、あざす、どういう友達って、まあそうだよね。え、そこに集まるわけやん、実際ね、うん、そう、ルイトマなんて、ブリッコ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 とあざとって何一緒じゃないの、ちゃう、ブリッコのなんかそんな走り方いけないもんな、もうこうだ。素直なゆずちゃんが好き、あさす、素直でいいよ。ゆずき意外とはっきり言うからね。まあや、なんでも可愛い。よかったよ。だから、なんでもか、つまりどうでもいいってことだよ。やめて。どうでもいいって言ってないのに、どうでもいいって言ってくれません。違う、ごめんなさい。解釈。なんでも可愛いって言ってない。どうでもいいって言ってないから、今誰もどうでもいいって言ってなかったの。怖っ。リズムがあざとくなった時には、お疲れ様です。メンバーみんなあざとくなってる。ふん、どう、確かにね、周りがしないとね、あざといとかわかんないもん、ほんとで、そうなるよね。そうなる、ちょっと見せられないコンテンツなんで。つなら全部立つもん、また来た、うん、見てよ、ほんとすごい、何も見えない。え、アイコンなしってこと、いいの、あざとい親友ルイトマ軍団ってのは嫌だ。うん、まあでもあざとい一人ぐらいいてもおかしくないなって思うけど、いない、ね、本当にいないだけなんだよね。まあ、メンバーにはいるけど、メンバーにはいるな、友達いないわ、また探そう。ああ、いないな、本当にいない。こんばんミーティング、あい、こんばんミーティング、こんばんミーティング。最近マーヤは毎日見てる気がするって、どっから見れてんだろう。え、こわちいね、こわちい、こわちいな。生放送とか出てたからですかね。あ、そういうことかもね。昨日もインスタライブしたし、あら、一昨日もほらやってたよ。あれ、やってた、確かにね、よくお見かけに。 D2 はあざとい人いないね。いや、なんかあざといことさせたら一級品なのに、うん、あゆかあざとい、あゆかあざといぞ、あざとかわいい、あゆかあざといぞ、うん、でもあゆりもあざといよ、あざといね、こっちゃんもあざといんじゃない、待って、みんなあざとくない、あれ、むしゃ、あれ、まあ、人だけお姉さんだしな。じゃあなんかさ、あゆりがかわいいと思うのさ、ナチュラルにさ、なんか例えば一緒におって、レイズキが先に例えばどっか行かなきゃいけないときとかも、うん、え、行っちゃうんですかみたいな、確かになんかもう天然、行かないでみたいな、天然の人が多い、うんうんうん、なんか作っちゃあざといんじゃないのかもしれない、無意識あざとい、もう天然、天然、天然あざとい、みんな天然ものな気がする、うん、 そんなんすがらだって言うじゃん、ゆずさんどこ行くんですかって、行かないでくださいって言うじゃん、言う、真顔で行かないでくださいそれが良くない、良くない、ね、行かないでください、いますよね、みんな、それね、圧なのよマジか、それか、うん、でも、聞いてるには可愛いなって思うよ、でも顔が曲がるのよ、行かないでください
え、なんでそうガチと圧みたいなそうなの、辛いな、可愛いけどね、まあ、顔可愛いってめっちゃ言われてる、うん、あれはなんか、すぐ手握るじゃん、あのちっちゃい赤ちゃんみたいな、まあ、マジ赤ちゃん指、何赤ちゃん、なんかいつもあれに人差し指差し出して握ってもらって、そう握ってもらって握ってって可愛い赤ちゃん、マジ可愛い、マヤの真顔好きだよ、だってやった、うん、真顔はちょっと可愛い、真面目だから得意の真顔、それただの質問、真顔可愛い、真顔になっちゃういいや、常に真顔、それがいいと思う、いいところだよ、なんかよくアイヤのさ、うん、素材撮りとかあるじゃん、ゲームのね、アイヤの、それでさ私服衣装の時とかが多いのかな、時になんか控えめな笑顔でとか、うん、元気な笑顔で、うん、みたいなって、次真顔でとか言われるの、うん、でもなんかさめっちゃ苦手で、うん、なんかちょっとあのにやけないでとか、うん、口角ちょっと上がってるとか言われて、漫画ができないんだけど、マヤは上手いなってめっちゃ思う。やめてそれ。うまいな。見られてたんだ。うまい。やっぱ常に真顔だから。うん。そういうことじゃないんだ。うんって言ったけど、そういうことじゃなくて。で、すごい逆にその決めてなんか真顔って言われたらいいけど、なんか決めてって言われるとそっちは笑っちゃう。決めるってどういうことみたいな。あ、あのさ。何？あれこれまだ言っちゃいけないやつかな。セブン文庫のポスターって。まだですね。くそ。まあなんかのポスターがあるんですよ。もう言ってんだよな。本当に。じゃなんかのポスターがあるんですけど、うん、そうなんかのポスターに前が映ってて、うん。もう言ってんだけど。違うのよ。みんな聞かなかった。言ってないのよ。みんな聞かなかったことにしようね。うん、何も書かないでね。言ってないのよ。うん、でそれの前が、うん、ガンマ顔でガンギマリしてる。ガンマ顔でガンギマリしてた。マジで思った、よかったよ。なんかのポスターあるんですよ、本当に。みんななんか書かないでね、うん、本当に確かに、うん、ガンギ待ってた、マジで楽しみしてほしい、みんな。確かに一人だけあんな決まってたよ、うん、マジマジ決まってたよね、あれね、そう言われると恥ずかしいな。なんか画質がめっちゃ良かった。すがらだけ、なんか鮮明だった。すがらだけじゃないですよね、うん、みずきも、みずき見た限りは、うん、みたいなね、そういうのがあったりね、うん、なんかあったりね、うん、そうそうそう、別に何のポスターと言ってない、何かのポスターって言ってるから、そう、何かのポスターです。まあそのうちわかるよ。そうだね、うん、これ、消毒スプレーよ、キュイということなんですよ。そこがしちゃったのやたらね。これゴミ？ゴミ。そういうわけなんですよ。そういうわけなんですけど。ちょっと一回変えていい？あ、ぶれます。なんかめちゃくちゃ。いいのモノマネ懐かしいで。急に来たよなんか。急なのに。え、やってたすがら。いや、急に来たよ。やってたもしかして。なんか来たよ。すがらやってた。急に。いいのモノマネ。待て。から今日下からの角度で行くわ。下からの角度で可愛かったな、本物だよね。今日なんかメイク薄く感じる。そう、前はなんか激しいよね、薄い日と激しい日で間違えた。毎日メイク違うからさ。そう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 。あ、オッケー。あと？食べる？うん。冷蔵庫入れとこうかな。うん。ASMR。すごい。めっちゃ。あ、私も来た。それ。見る？どこだっけ？どこだっけ？ほら。通報しよう。どこ？通報した。これどうやってやってるんだろう。え、こうやって。早い。行動は早く。行動は早い。
ということで、よいしょ、地雷メイク、地雷メイク懐かしいですね、うん、やったね。でも地雷メイク結構好評じゃなかった。へえ、もう一回、今もうちょっと髪の毛なんかな伸びたから、もうちょっとなんか今やったらまた別かもしれない。髪の毛もロングでやりたい。どうせすぐロング戻すし、ね、やってるもん。で今のその感じ、なんか一つで結んで、それいいなと思いました。やめて、二重箱じゃん、言ってよ。それは二重箱。そうね、ちょっと面倒くさいからさ、クッて結んだら楽やん。似合ってるよ。開けてしとけば、で、遅れ毛巻けばもう余裕なの。あ、これありがとう。うん、見て、これでもできる。どうもありがとう。いや、見て、刺さないで。どうもありがとう。刺さないで。あ、待って、目元見えてないし。誰でしょう。出遅れました。全然大丈夫ですよ。出遅れてないです。それぞれのタイミング。あの今は長さも好きな優しい。顎か、顎。分からん。なに、目と口だけでも可愛いよ。やって。今、ほうれい線目立つ。ありがとう。ほうれい線。こういう輪郭になりちゃう。待って。あ、ここ、うん、いいよね。フェイスラインが肩上がってるんだよ、私。いいよね。パパパパパ、今来たよ、お疲れ様。よし、ゆずき、鼻が赤い。大丈夫？嘘、筋肉食べたからかな。顔絶対関係ない。今日のテーマは、今日はもう終わっちゃった、終わっちゃったんですけど、セブンイレブンさんで気がつく食べ物を集めて食べようっていう。だから焼きおにぎりでしょ、はい、キムチでしょ、はい、ほさきメンマでしょ、うん、どない、あ、あゆ卵、あと金のハンバーグじゃん、金の豚角煮、角煮だったの、あれ、うん、角煮だった、ハンバーグかと思ってた、うん、キウイスムージー、シュー、南高梅、クッキーサンド、アイス、オースはやらなかったです、昨日セブンでキムチ鍋食べました、だって。ゆずきのカチューシャ、ありがとう。カチューシャすればいいと思ってんだ、楽だから。可愛い、すがらマジ似合わないから羨ましい。なんだっけ、この間さ、この間やった時なんかさ、ここだけ見てたよね。そう、でもそれはあれの形があれだっただけだけど、すがらの頭の形、ここがないから、絶対あれだよ、ここがないんですよ、すごい、おかしい、ここがない、食べたからマスクしとく、マスクしとく、怖い。金のハンバーグ、あれ、ゆずきにごめんって言って、何なんか忘れ、何、嘘、違う、誰、分かんなかったね、違う人、え、分かんない、チキチボーイ、カチューシャすればなんとかなる、言っとった、そんなこと、そんなこと言っとった、え、みんな思うじゃん、マイヤもカチューシャ似合うと思う、似合わないんだって、それが形だよ、形、マジで。でもさ、マジで一回も似合ってるカチューシャ見てやったことなくない？で、今度カチューシャ探ししようじゃん。割とすがらしいんだけど、カチューシャ探し、カチューシャ探ししてるけど、うん、マジでね、ターバンで良いのでは。え、カチューシャ似合うんだけど、ターバンも似合わなくない？でもさ、ニット帽とか似合うよ。あ、この前買いました。本当？でも、頭からずれちゃう。そうなんだよね、わかる。似合うと思うよって、無意識の時似合ってたよ、だって。ああ、カチューシャだったね。いや、でもすがら、あれ似合ってると思ってつけてないの。当て込まれたからつけてって感じ。うん、それはある。それはある。当て込まれてたもんね。それはある。帽子は似合うんだから、そう、ベレー帽は似合うよね。で、若干丸顔じゃん。若干丸顔ってベレー帽めちゃ似合うくない？顔がさ、太ってるから丸顔なだけであって、元の顔はさ、丸顔じゃないんだよ。うん、そうか、丸い、丸いけど、悪くない。ウィルさんはニット帽ダメかも、わら、泣いた。でももうほんと、実際、でも実際ニット帽ね、浮いちゃうから似合わないんだよね。おすすめのリップ教えてください。メンソレーター、うん、間違いない。アキールズ最近買った、フラローメンソレーター取ってないよ。キャスキャット
ップが似合いそうだよね。そう、キャスケット絶対似合うと思う。キャスケットね。キャスケットキャスケットって何？キャスケットとはキャスケットね。モロ鳥丸顔。あ、丸顔。何鳥意味なんだ。丸顔じゃないんだって、本当に太ってるから丸顔に見える。で、丸な人ってもっと丸だもん。で、あれじゃない、頭が丸いんじゃない。うん、ここが丸いんだと思う。頭が丸いんだけど、ニートクだってすがら、おも長だもん。おも長？長め？長めだと思う。勇気も長い。だって、なんか形違くないですか。縦の方が長くない？ほら、横よりも。そんなもんだよ。丸顔って一緒じゃないですか。まあ、確かにルカ見たらそうだな。エゴさんとかも丸顔じゃないですか。丸顔だね。こことここの比率が一緒だけど、すがら違う。どう考えてもここ狭いんだけど、卵みたいな感じ。じゃあ菅原卵なのかもしれない。カマちゃんとか卵じゃない？卵だよね。ラッキーさんと菅原一緒だわ。ラッキーさんよりは丸いけどさ。ラッキーちょっと丸みを見てる。二人ともバケハに、バケハしか勝たんないって。今日もバケハだもん。で思った、バケハしか勝たん。え、なんかネットでね、バケハを頼んだんですよ。ふわふわの、これ言っとったら白だっけ、黒黒黒、ごめんなさい。めっちゃでかかった。うん、厚みが、厚みがモコモコ具合が、なんかおお、なんか自分が思ってたお店と違うの頼んでたんですよ。それは自分が悪いんだけど、うん、うん、思ってないですね。ちょ、返品しなきゃ、ごめんなさい。卵型って美人の形やんだって。まあ、日本人の顔だっけ。日本人の顔っていうよね。バケハが流行ってるな。バケハはずっと流行ってると思うよ。うん、そのなんか出始めてから。去年もブームとかない。かぶってたよ。うん。結局去年バケハ2、3個買ってた気がする。去年めっちゃモコモコのバケハ使ってた。あ、太陽。ゆうさんもバケハのイメージある。そう、バケハかぶっとけばいいと思ってる。それはある。どこ行くときもバケハだもん。キャップよりもバケハになった。最近キャップも多いかな。わかんない。使い分けてるけど。帽子が似合うだって。めっちゃ似合うな。てん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 。まゆちゃんにいてあげて。新しい帽子は？うりさね顔。何それ？わかんない。ちょっと無視するね。わかんないから。無視するね。うりさね。髪の出方も可愛い。かっこいい。でもこの長さとかのバケハってめっちゃ可愛いんですよね。外羽がいい一番。でももうちょっと短い方が可愛くないですか？ボブだよね。ボブ系じゃない？まあ今ロブだけど。メガネは？メガネはカヤノステーションっぽい。ウリみたいな顔の形。ウリとは？ウリボウ？トウガンとかってこと？トウガンとかってこと？わかりやすくない？ハット系は変わらないか。帽子かぶると佐々木のぞみに似てる。やったよ。帽子かぶらんと似てる。マスクしてさ、似てる。でさ、佐々木のぞみさん。めっちゃ似とるよ。めっちゃ似とる。ここからの。もうここしかもう。めっちゃ似てる。切な。一回目隠してみて。めっちゃ似てる。全然もうほぼ何も見えてない。どこも似てるかしらないんだ。めっちゃ似てた。そうやって呼ぼう今度から。さっき言って。マスクで。ウリザネ顔っていうのレイアン貴族みたいな感じをイメージすればいいよ。死ぬ。だって無理。マロ？無理無理。じゃあマロにしてみよう。マロ眉毛。一旦眉毛剃る。うん。一回そしたら。眉毛剃る。今は今佐々木のぞみさんと配信しております。ほらマスクそっくり。ほら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 、叩かれるよ。ごめんなさい、叩かれます。その時はその時だよ。ケースバイケース。なになになに、もう菅原、あ、やばい、こっから目悪かったかもしれない。さっきからずっと悪いなと思って菅原見てますよ。やばい、マスク以上あれは嬉しい言葉じゃないですよね。え、でもさ、ゆずき、多分ゆずきさ、マスク美人なんだって。すがらもマスク美人で目はいいと思うもん、本当に。だからずっとマスクしてたいと思う。すがらもマスクしなくても可愛いよ。本当にマスクしてたい、ずっと。まあ、荒れるんだけど、なんかマスクしたらだってマスクさんは可愛いもん。プロスピやってるよ。ちょこちょこね、ちょこちょこしてる。食堂、食通。食堂と食堂。あ、そういうことね。あ、理解理解。過食。分かった意味。分かってないですね。あ、分かった。
マスクしなくても、あー、ありがとう。そうそう、なんか、さくらとはなりたいんだって言ってんじゃん。じゃあ、鳥は一旦ブリーチしてピンク入れてみるか。入れてみようかな。ラビアンロースラビアンロース髪の毛ピンクにしなきゃ。ピンクさせてもろて。8割ぐらいの人がマスク美人にマスクイケメン間違いない気づくよ遅いぜ。ピンク全て好きです。キューンです、キューンです、キューンです。チーム間違いない、チーム美人系、美人系を。いつからか美人系が増えたらしい。あれいいな、嬉しい嬉しい。ゆずちゃん1位だって。大富豪でしょ。そう、これ改めてさ言おうと思ったのは、おめでとうございます、嬉しい、やっと。やっとじゃないわ、そう、取り立てなんだよね割と。最近取ったから。今日、今日放送されるの、今日、今月がってこと。次の月だってことだよね、11月頑張ったから。でも言われる、マスク、マスクしてたかな、わかんない、さくらたん似てるって言われるんだよね今でも。だから、いや、それ今はないですよ、ちょっと前ならありましたけどと思って。めっちゃ土初期似てた。ゆずきさんの目が痩せてきた。マジ痩せてきた。マジなんか独特だな。独特独特、圧勝でしたね。そう、めっちゃ嬉しい、ずっと1位だったもんね。なんかみんなすごすぎてびっくりした。2月放映。遅いです素直な感想やめても。なんか前ってさ、うん、あれ前も2ヶ月、え、何ヶ月遅れだって。わかんない。わかんない。計算がおかしくなってきた。キャイン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 。え、クマに似てるってマジで言われる。ゆずさん最近。なんでだろうね。ドゥン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 。片目で見るとさくらたんだって。ね、片目で見てみて一回。ちょっとわかんないよ。出すぎ、出すぎた。ちょっと調子の乗っちゃいました、うん、乗りすぎちゃう傾向にあるんですよ。止めてください。本当に固めて。本田翼に似てるって言われるでしょ。だって髪割れたことない。あれ、え、誰に似てるって言われたことある。え、あ、羽生さん。そうだね、うん、羽生さん。でも、まあ、めちゃくちゃ贅沢なことを言って似てるなって思うけど、その佐々木希美さんとかもたまに、うん、うん、え、まず見えるよ。たまに言われる。これこっから見たら、ほら、もうこっからほぼ見えてない。ぼやぼやけてる。こっから見たら。あとすがる、誰か似てるって人いる？え、ゆずさん、さくらと似てるよね。うん。言われるのはね、だからなりたいのよ。あんな可愛い。前タイプ、顔面好きと思って。そうなんだ。さくら誰？あと荒川よしよしさん。ああ、好き好き好き。今日の日高さん、熊崎さんっぽいです。多分さ、髪型？髪の毛？髪の毛じゃない。ね。だって似てるって思ったことないもん。よく言われる。でも、お互い言われるんだよね。何だろう。おかしい。最近、あいづきと前が似てるって言われない。そう言われなくなったよね。多分、お互い、多分、今の頃は同じ顔してた。確かに。笑った顔がめっちゃそっくり。ああ、確かに。ここじゃない？笑った顔と髪の長さとか一緒だったじゃん。うん。笑うとさ、これがめっちゃもっこりになるとこが増えてるじゃない。それはもうなくなった。そこについくついた。それが似てたんだと思う。今全然似てないだよね。最近ね、ロングの時はマジでカノンに見える。ゆずき？うん、めっちゃ言われた。めっちゃ言われた。だから、いや、そんな細くないですって細いよ、ね、いや、そんな細くないです。だから、え、ありがとうございますって言ってる。めっちゃカノン似てるって言われる。ありがとうございます。格好とかが似てんだよね。な、着る多分さ、服のジャンルが同じなんだと思う。好きな感じが。そう、似てるし。多分。ほんとそれある。あと、よく嬉しかったのは、ひなのに似てるって言われたことある。あおみ？うん。12周年の時かな。に、多分長さ、色、髪型とかが似てて。え、めっちゃ、ひなののめっちゃ顔好きだからさ。似てたね。嬉しいと思って。嬉しい嬉しいだ。マネージャーさんに言ってたもん。部屋のよろしくって知らない部屋の可愛いって言った言った。一時期ステージ間違えた。マジ、え、待って、誰と、私分かんない。どこの話だと思って。まあ、ひなピアに似てる。身長も似てるじゃん。あとなんかさ、ちょっと体型体、そう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 、体型は似てる。筋肉質っぽい感じ、スポーツやってましたよね感が似てる。
あとハーフアップするところとか好き。待って、ひなのに似たいな。変更、ひなのに似たい。あれで変更。すぐやったのがちょっと髪型がちょっと真似できないから。じゃあ、すがる誰にいますよ。何にする？誰がいいかな。浜辺美波さん。あ、いいね。水槽、水槽が食べたい。お、広瀬すずさん、マジで好き、マジで好き、本当に好き。好きだね。今でも大好き。あざとさから似せてみますか。そうなんだよね。なんか桃田に聞いたんだよね。なんか同期で誰が一番あざといできたら、青海さんってそっと言ってきて。見て、レイの菅原少し浜辺美波さんっぽく。あ、でも言っとったよね。菅原は自分で言うのはあれなんですけど、あれ、うん、待って、メイク似てないみたいな。え、そうそうそう、なんか雰囲気と撮影の感じとか、着る、うん、服の感じとかがメイクがめっちゃなんか、うん、ぽかった。めっちゃ似てた。自分でも言うのもあれだけど、ぽいなって思いました、うん。落ち着いてたじゃん、髪。とかの感じの、うん、だからすっごい似てた。ちょっと明るくなったもんね、すがら。ちょっとね、ほんのちょっと。え、見て見て見て。許さない許さない許さないって。全然ボケてないまあね、自分がね、面白いって言ったこともね、うん、時にはつまらないこともあるんです。そう、それが受け方と違うしね。ぐさって刺さることもあるかもしれないんで、ゆうきはそういうのやるからやるからね。あざとかわいい目指すのって、だから目指したいって言ってるじゃん。 あざといってあり？でもできないのよ、できないのよ、ほんとに。それはめっちゃもう髪の毛伸びてくれんかな。伸ばしてる？いや、でも伸ばしたいけど、この長さがほんとに、うん、なんか似合わなさすぎて、この長さが。え、なんかわかります？ちょっと芋っぽい髪色かもしれんけど、なんか短い、ちょっと長めって感じだもんね。もうちょっとここら辺まで、全然帽子で見えてる。ここぐらいまで、ここぐらいまで伸びてます。ここら辺欲しいな。ひやかゆずきのレイ、あ、レイレイ悪すぎてレイ、レイ、レイがまだですか？ちょっとね、菅原前のレイは発売中です。よろしくお願いします。なんで持ってる？違う。うん。いや、全然違う。それ見たよ、菅原。行きたいと思った。あたいの投稿も、さっき今もらったっていうか。見た見た、これ。美味しそうだったよ。ここだっけ？あった。ここ。そう、羨ましいと思って。菅原先生って。そう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 。かわいい服着させてもろて。ちょっとニコニコして。10。1月号の東海ウォーカー、ぜひ皆さんご覧ください。お願いします。あ、どうぞ。美味しそうだった。マジ普通の待って、今の時この本どっからなんか僕今度電子レンジの隣にあった電子レンジの隣にあったからさあれ、そう、焼きおにぎりあつちで持てなかったから。あつちだ、あつちだ、あざと、あつちとか、あざと、あざとかわいい、あざとかわいい告知かな？お知らせだよ。お知らせ